飛行記念イベント in 東北にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。アサヒビールがスーパードライを発売してから36年目の今年、スーパードライ史上初となるフルリニューアルを実施いたしました。長い歴史の中で培った技術と情熱を注ぎ込み、特徴である辛口のコンセプトはそのままに新スーパードライへと生まれ変わりました。おかげさまでフルリニューアル後、3月の販売数量が前年比 141% と絶好調で推移している状況となっており、新スーパードライを飲用したお客様からは、これまで以上にキレを感じて飲みやすくなった、艦体に描かれている辛口カーブは味の特徴が分かりやすくていいといった声をいただいております。そして1987年のスーパードライ発売翌年に広告塔として運行していたスーパードライ号も新スーパードライ号として生まれ変わりました。昨今のコロナ禍による経済の停滞、社会の分断などを乗り越え、さまざまな人がそれぞれの思いで新たな目標に向けて上を向こうとしている今、アサヒビールは再び新スーパードライ号を日本の空へ送り出しました。3月31日に飛行をスタートし、これまで中国地区、関西、九州、関東と飛行し、ここ一ノ関に係留しています。この後も全国を飛行予定です。本日は素敵なゲストをお迎えして、飛行船新スーパードライ号飛行記念イベント in 東北を行います。どうぞ皆様最後までのお付き合いをお願いいたします。それでは早速ですが、本日のゲストにご登場いただきましょう。乃木坂46キャプテンの秋元真夏さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。お願いします。よろしくお願いします、はい、乃木坂46秋元真夏です。今日はよろしくお願いします。秋元さん、はい、すごく今日素敵なお召し物で来てくださいましたね。本当ですか。そうなんですよ、あの後ろに46っていう名前も入ってて作っていただきました。はい、すごくあの新アサヒスーパードライの赤がとっても似合っております。はい、ありがとうございます。さて本日はですね、秋元さんにイベントのもう後ろに見えております、はい、こちらです。あ、すごい、すごいですよね。新スーパードライ号のレポートをこの後はしていただこうと思っております。はい、新スーパードライ号との写真撮影やパイロットインタビューをしていただきまして、新スーパードライ号についてレポートをしていただきます。はい、そしてツイッターと連動して皆様から投稿いただいた写真や秋元さんのレポートをつなぎ合わせた動画をホームページなどで公開をいたします。はい、秋元さんにはたくさん応募が来るようにですね、素敵なレポートをお願いできればと思っております。はい、あのしっかり私の思いをあの伝えられるようにあの届けたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、期待をしております。はい、さあではここからレポートのお時間まで飛行船や新スーパードライについて少しお話を伺ってまいりたいと思います。さあ、こんなに間近で飛行船を見ることってありましたか今まで。いや、初めてです。こんなに大きいと思わなくてびっくりしました。すごい迫力ですよね。はい、本日はですね、残念ながら整備のために飛行はできないんですけども、うん、この飛行船新スーパードライ号は3月31日から全国各地を巡回しまして、本日東北にやってきております。うん、さあこの全国各地を巡回しているんですけども、はい、新スーパードライ号飛んでるところっていうのは見たことありますか。いや、実は私はまだ見れてなかったので、うん、あの今日初めて見ることができてすごい嬉しいです。はい、これ空に上がってるとまたすごいんですよ。そうですよね、絶対にもうこう上を見上げちゃうなと思いました。うん、今おっしゃっていただいた通り、今回ですね、アサヒビールが日本の皆さんに上を向いてほしいという思いを込めて新スーパードライ号を復活させました。さあ今の時代なんですけども、飛行船ね、なかなか見る機会がなくなってしまいましたが、昔は実際に飛行船が飛んでいまして、こう遊覧飛行だったり宣伝などに使われてたんですけども、秋元さんどうでしょう、飛行船に関する何か思い出とかエピソードってあったりしますか。私あの実家が埼玉の方なんですけど、はい、あの埼玉の家の窓から小さい時にあの一度見たことがあって、うん、でちょうど窓から見えるあの目線の先に浮いてたんですよ。はい、
で飛行船ってあの人が乗れるものだと思ってなかったので、あのずっとなんか無人で浮いてるって思ってたので、今日はちょっとレポートできるっていうことでいろいろ知らなかったことも知れるんじゃないかなと思って楽しみです、うん、その無人だったというのはやっぱ風船みたいに見えたって感じですかね。あ、そうですね、本当に気球の上だけ飛んでるみたいに思ってました。なるほど、この飛行船すごい着陸の仕方とかもすごくなんか楽しいので、はい、そういうのも、ね、ぜひ楽しみにご覧いただきたいと思います。はい、はい、さあそして今回なんですけども、アサヒスーパードライが36年目にしましてフルリニューアルしたことを記念して開催されたイベントとなっております。新スーパードライはフルリニューアル後3月の販売数量が前年比 141% と絶好調で推移をしている状況なんですが、新アサヒスーパードライは実際に飲まれましたか？はい、あのちょうど先ほどあの始球式をさせていただいたんですけど、あの楽天生命パーク宮城の方で、はい、一口飲ませていただきました。ありがとうございました。いかがでした？いや、めちゃくちゃやっぱり美味しくて、あのキレの良さももちろんですけど、うん、やっぱり飲み応えがよりアップしたような感じがしました。うん、ありがとうございます。そうなんです、今回ね、あの楽天イーグルス対福岡ソフトバンク戦でアサヒビール株式会社の冠協賛試合のスーパードライデーの始球式をやっていただいたということで、はい、はい、そこで美味しく飲んでいただけたんですね。はい、うん、ありがとうございます。ぜひですね、この後にも実際にまたね飲んでいただくので、そこでもまたお味の感想を聞かせてください。はい、楽しみにしてます。はい、さあこの後なんですけど、秋元さんにはですね、飛行船新スーパードライ号のレポートをしていただきます。レポートぜひ楽しんでくださいね。はい、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、えではここでですね、新スーパードライ号のレポートをしていただく秋元さんにレポーター任命書をお渡ししたいと思います。はい、ではですね、任命書の贈呈は新スーパードライ号のパイロットに行ってもらおうと思います。はい、お願いいたします。実際にこの新スーパードライ号を運転しているパイロットからの贈呈となります。ありがとうございます。それではお願いします。さあ今レポーター任命書が送られました。では目線をですね、よければ指を指しているカメラの方にもお願いいたします。はい、目線大丈夫でしょうか？他の方は、あ、真ん中もですね。じゃあお待ちください。フォトセッションの時間はまたこの後取っていきますね。では左側最後に見たいいですか？ありがとうございます。はい、大丈夫でしょうか？ありがとうございます。さあではですね、レポートのお時間に移る前にこの後乾杯をしていきます。ではパイロットさん、ありがとうございました。贈呈いただきました。この後運転もお願いいたします。さあではいよいよ新スーパードライで乾杯を行ってまいります。ではですね、この後乾杯なんですけども、はい、あの飲む前に一度フォトチャンスを私たちにいただきたいので、はい、そちらだけお願いしてもよろしいでしょうか？わかりました。はい、ありがとうございます。ではですね、まずラベルの持ち方大丈夫そうですね。正面を向けていただいて、はい、はい、ではちょっとね、あのやりにくいかもしれないんですけど、缶の口を開けることってできますか？はい、すいません、マイクを受け取れず申し訳ないですが、あ、いい音が聞こえましたね。いい、ありがとうございます。いい音が聞こえました。ではここでですね、はい、まず秋元さんに乾杯のご発声をお願いしたいと思います。はい、それではお願いいたします。はい、ごめんなさい。さあでは正面見ながらで大丈夫ですよ。はい、はい、ではお願いいたします。新スーパードライ、大好評への感謝の気持ちを込めまして、ますますのこの新辛口の美味しさが全国に伝わりますように、せーの、乾杯。乾杯ということで、ここからフォトチャンスとさせていただきたいと思います。はい、まずはセンターにお願いいたします。はい、そうですね、指さしているところにもスチールがございますのでお願いいたします。スチールさんはそちらだけで大丈夫そうですかね？あとはムービーさんですかね？はい、ではここからはムービーになりますので、はい、動いていただいて大丈夫です。はい、ではまず左手からいきましょうか。はい、左手奥からお願いいたします。はい、ありがとうございます。
はい、大丈夫ですかね。今度じゃあセンターでお願いします。はい、続いて、はい、右側ですね。素敵な笑顔ありがとうございます。では最後右側行きますか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。では大変お待たせいたしました、はい、一口お飲みください。はい、いただきます。はー、めちゃくちゃ美味しいです。すごい、最高です。美味しそうな笑顔いただいちゃいました。ありがとうございます。飲み応えが違います。うん、はい、そうなんです。新スーパードライのフルリニューアルではですね、うん、中身の処方を少し変えまして、はい、辛口と黄色の良さはそのままに、ホップの香りを付与することによって飲み応えの向上を実現いたしました、うん、さあということでパッケージも変わったんですけど、はい、どこが変わったとか分かりますか。このロゴが大きくなりましたか、うん、そうなんですよ。実はですね、うん、お求めのデザインをシンプルにして、はい、スーパードライと朝日の文字を見やすくしております、うん、なんかインパクトありますよね。そうですね、やっぱり見た時にあのバッとインパクトが強く感じますね、うん、そして裏もよかったら見ていただきたいんですけども、はい、新スーパードライ始まるというメッセージと、はい、味の特徴を分かりやすく表現した辛口カーブをデザインしております。お、本当ですね、すごい分かりやすいです。そうなんです、あの先ほどねキレがあるっておっしゃってくださったんですけども、はい、すごくねお料理にもいろいろ合うんですよ。あ、もう本当にあの私普段ご飯を作りながらよく飲ませていただいてます、うん、そうですよね、はい、あのインスタにもねあのお料理のお写真と一緒に、うん、ビール美味しいって書いてますもんね。はい、ありがとうございます本当にあのいろんなお料理ともぜひ合わせて、うん、この後も新スーパードライを飲んでいただきたいと思います、はい、皆様もぜひ新スーパードライのご愛顧お願いいたします。さあではこの後秋元さんには新スーパードライ号のレポーターとして飛行船レポートを行っていただきます、はい、そして新スーパードライ号飛行記念イベント in 東北は以上で終了となるんですが、最後に秋元さんから一言メッセージいただけますか。はい、私も普段からこのスーパードライを飲ませていただいてるんですけど、あのこれから新スーパードライに変わったということで、私も新しくあのこのスーパードライにパワーをもらってたくさん飲んでいきたいと思いますので、皆さんもいっぱい飲んで楽しい日々を送ってください。はい、ありがとうございます。では以上でルックアップジャパン空飛ぶスーパードライ飛行船新スーパードライ号飛行記念イベント in 東北は終了とさせていただきます。では秋元さん、いってらっしゃい、はい、ありがとうございました。